フードパンダはアプリまたはウェブサイトを通じて対応する飲食店から出前を注文できるオンラインフードデリバリーサービスである2020年に日本でもサービスが開始されたドイツベルリンに本社を置くデリバリーヒーロー参加のブランドの一つ2012年5月シンガポールで会社が設立され同国及びマレーシアタイなど周辺諸国でサービスを開始した 欧米の投資会社から資金を調達し、アジア地域を中心にサービスを拡大、ドイツのベンチャーキャピタルであるロケットインターネットが主要出資先となった後、2016年12月、同業のデリバリーヒーローがロケットインターネットと株式交換を行ったため、デリバリーヒーローの参加となった。創業以来オレンジのブランドカラーを用いていたが、2017年11月、 ピンクのブランドカラーに変更された。2020年から料理に加えて食料品や日用品の配達サービスをアジア諸国で順次開始した。日本におけるサービスはデリバリーヒーロージャパン株式会社により運営されている。テレビ CM が2020年11月から放映されている。ありがとうございます。